はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹が気になる人も、お腹以外が気になる人も、やるべきことは腹筋なんです。なぜかというと、体というのは5点でラインが作られてます。そこの中心である腹部周りが弱ってしまうと、どうしてもそこが前に出たり、後ろに下がったりすることによって、次の支点である肩や膝、そこのバランスが崩れていきます。その結果、気になる部位と気にならない部位ができてしまって、気になる部位のエクササイズをしても、やはり変わりにくい。体の中心である体幹部をしっかり使う必要があるんです。私がこんだけしつこくいろんな腹筋メニューを載せてるのも、その原因の一つなんです。いろんな方向、いろんなメニューすることが必要です。1種目30秒。これを3セット行うことで、しっかり腹部周りを鍛えることができます。それでは紹介します。まず腹筋メニューするときに首や腰が痛くなってしまうとお腹が疲れる前にそっちが疲れてしまいます。まずは首のストレッチを少し行っていきましょう。スタート。先に首を伸ばしておくことで腹筋の際の痛みが軽減しますので、ゆっくり上向いて、ちょっと横向いたりして、はい、 OK。 次は腰を伸ばしておきましょう。膝をしっかり抱えてキープしましょう。スタート。できればお尻を少し浮かせるぐらい膝を抱えてください。もし腰片っぽだけ痛いよっていう人はちょっと膝をね揺らしながら腰の力を抜きましょう。はい、 OK。 それでは腹筋に入ります。30秒を3セット行っていきます。息はできるだけ長く吐いてください。その方がお腹を引っ込める力がつきます。まず上体を起こして足を伸ばします。足を交互に動かしていきましょう。いきます。スタート。ゆっくり膝を動かしていくことで内腹斜筋、外腹斜筋が鍛えられます。息を長く吐いてください。3セット行うことでしっかり鍛えられますので頑張ろう。はい、 OK。 ちょっとお腹をね揉みましょう。よっしゃ、いきます。2回目体をしっかり起こしていきましょう。スタート。手をね真ん中に伸ばしておいてください。よっしゃ、お腹揉んでください。あと1回です。ラストは足の動きを少しちっちゃくします。もし動かすの難しい人は止まっててもいいです。最後いきましょう。いきます。タート。小刻みに、ね、足を動かして、手は真ん中。うお、息が止まらないように。辛い人は頭を持ってもいいです。うーあいやーいってっていってっていってって、よっしゃ、ラスト使ったお腹を最後伸ばしましょう。肘ついたままでいいです。いきます。スタート。
お腹をね、引っ張る感じで斜め上に体を伸ばしていきましょう。しっかり引っ張ることで筋肉痛がね、起きにくくなるんで。はい、OK。お疲れ様でした。今回のね、ウォーミングアップをした後の腹筋メニュー、これがね、やはりありやすいと思います。頑張ってやった方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。